イズ、なんてすばしこいんだぞ。俺様の魔法が全然当たらねえ。この立ち筋、身のこなし、そしてあの魔石器、まさか僕たちの前にいるのは。お前も気づいたか、セネク。そうだ、おそらくこの方は。どうした、大きな口を叩いたくせにその程度か。セネク、俺が切り込む。その隙に背後に回る。僕に指図するな。セアン、あー、惜しい。なんの、まだまだ。炎よ、遅い、背中がガラ空きだ。光よ。いつの間に死角に。今だ。はだと。親父殿。親父？俺は息子を持った覚えはねえぞ。しかも人間の。失礼しました。僕は夢を見ているのか。目の前に右大将時代のリリア様が。しっかりしろ、セメク。何度も言うが、これは夢だ。右大将殿、ご無事ですか。おのれ人間め、えい、貴様ら何をぼーっとしている。この無礼者どもをひっ捕らえろ。騒ぐな。面を落とされただけで体には傷一つついていない。しかし。おい人間ども、お前らただの学生じゃねえな。その戦い方をどこで習った。俺とセベクは幼い頃より、去る夜の眷属の妖精に修行をつけてもらっていました。夜の眷属、道理で馴染みがある動きなわけだ。腕に覚えがあるというのは嘘ではないようだな。いいだろう、約束通りお前たちの同行を許す。右大将殿。俺たち妖精に二言はねえ。そうだな、バウル、夜の祝福あれ。夜の祝福あれ。